スワカコマドリとは、スズメメヒタキカに分類される鳥類の一種である。体長は15センチメートルである。オスは、頭頂から口頭がオレンジ色で、喉は白色である。目先や下眼線などの喉の縁は黒い。体上面から胸の上部と脇は灰色で、体下面は白い。オハは、赤褐色で、末端は黒色である。メスは、 コルリのメスに似ているが方が、コルリのメスより濃く、お葉は赤みがかる。喉にまだら模様が入っている。主に中国の潜水省、四川省北部にある救済溝などで繁殖し、マレーシアで越冬する。カンボジアで記録があることから、渡りではカンボジアを通過していると推定されている。世代の長さは4.2年である。 主に標高2400から2800メートルの狭い谷などにある新葉樹と落葉樹の混ざった森林や低木地の地面、内陸の湿地に生息している。収集した個体の胃の中でミミズと植物の破片が見つかったが何を接触しているかについて詳しいことは知られていない。2007年には人間にオス庭が捕獲され、ウェブサイトを介して販売された。生息地のある 四川省では森林の木が伐採され、救済溝では洪水を防止するダムが建設された。これらの生息地の劣化が個体数に影響していると見られている。個体数は1500から3800と推定され、国際自然保護連合のレッドリストでは2013年から絶滅危惧種の案に指定されている。日滝川 UCN レッドリストラービボラルーフセプス。 ありがとうございます。